オラピアオシュボイシャークンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回もやってまいりました和訳解説動画、やっていきたいと思っております。それでは早速いきましょう。はい、ということで今回和訳解説する曲なんですけども、 Post Malone で Congratulations という曲を和訳解説します。 Post Malone というラッパーは説明せずもがな非常に有名な白人ラッパーです。現在もかなり人気の高いラッパーです。で Congratulations という題名なんですけども、祝うこと、おめでとうっていうこと、そういったものを Congratulations と言いますね。で今回はフィーチャリング Quavo となってるんですけども、これ Quavo っていうラッパーは Migos という3人組のラッパーのうちの1人で、リーダー的な存在ですね、そのグループの。で、クエイボーも非常に大物ラッパーでございます。で、この曲なんですけども、ポストマローンのファーストアルバム、ストーニーの中に収録されていて、非常に売れた曲でございます。それを踏まえて、早速、和訳解説いきましょう。イントロはもうこのイエイエとイエとヘイってしか言ってないんですけども、これはもう相槌です。イエチェキラチョみたいな感じですね。コーラスが始まったので早速和訳いきます。 My mama called, seen you on TV, son。 直訳すると、俺のお母さんが電話してきたと。で、俺のことをテレビで見てるっていう風に連絡が来たって言ってるんですけども、そのままの意味ではあります。で、アメリカの文化にテレビに出演したら大物だっていうような考え方があります。これは日本でも同じです。やっぱりテレビで見ると、成功した、人気者になったみたいなイメージがありますね。で、それがお母さんから電話があって、あなたテレビに出てもらうよって言われたら、実感が湧くというか、そういった気持ちみたいなのが入ってます。だから、でかくなったのは自分でもわかるけど、お母さんから電話あって、テレビ出てるよって言われたら、より実感が湧くってことを伝えたい感じですね。So shit done changed ever since we was on。これ直訳すると、俺らが乗っかった時から全部が変わったんだ。っていう直訳なんですが、どういったニュアンスかっていうと、 Since we was on の部分ですね、俺らが乗っかってからの部分なんですが、アメリカに昔からある言い回しで on 乗るっていうのが、その波に乗るみたいな感じですね。日本でいう人気者のステータスに乗る、大物と同じ舞台に乗る、土俵に立つみたいな意味がありますね。だからその土俵に立ってからは俺らは全部が変わったんだってことが言いたいわけです。で、I dreamed it all ever since I was young。これはそのままの意味で、子供の時からずっと俺は夢見てきたんだって言ってますね。何を夢見てたかっていうと、大物になる夢なんですよね。They said I wouldn't be nothing。これ直訳すると、奴らは俺が何者にもならないって言ってきてたという意味なんですが、そのままの意味です。で、これなんでこんなこと言ってるかっていうのが、また裏話があるんですけど、このアルバムを出す前に、ホワイト・アイバーソンっていう曲で一気に爆発的に人気が出た人なんですね、ポストマローンは。で、その曲はもちろん賛否を生みました。その当時は誰もポストマローンを知らないし、誰だこいつはっていうのと、白人っていうのがどうしてもやっぱりくっついてくるので、論争になるわけですね。なんだこの白人はってどうしてもなっちゃいます、アメリカの中で。なので、本当に賛否両論のデビューだったわけですね。一発屋みたいな言われ方をしてたんです。だから、何者にもならないだろ、こいつって言われてたんですね。そのことに対して、言っております。でも、Now they always say congratulations。今となってはみんなおめでとうって言ってくれる、今回のタイトルですね。そのままの意味なんですけども、裏の意味というか、隠されたメッセージというか、隠れてないんですけども、伝えたいメッセージっていうのが、お前らの予想とは裏腹に俺はちゃんと成功したぜ、俺が思うように言っただろみたいな感じが言いたいわけなんですね。で、work so hard, forgot how to vacation。これ直訳すると、働きすぎて休み方を忘れてしまったよって言ってるんですね。で、vacation っていうのが旅行っていう直訳なんですが、休むことなんですよね。で、congratulations と vacation で韻も踏んでますし、実際に休まずに働いてきたんでしょうね、ポストマローンが。もう一生懸命努力してやっと手に入れた状態ってことが、言いたいわけなんですね。They never had to dedication。これ直訳すると、奴らは献身的じゃない、努力が足りない、集中してない、熱心さが足りないみたいなことを言ってるわけです。で、これ誰に対してって言ってるか、さっきの They said I wouldn't be nothing。奴らは俺が何者にもならないって言ったところのリリックと掛け合わせてるわけです。だ、そいつらに対して熱心的な気持ちもなければ、献身的な努力もしない奴らだからこそ、俺が何者にもならないって言いやがるみたいな気持ちが入ってるわけですね。俺はその献身的な努力をしてきたから到達できたんだよ、お前と違ってなみたいなことが言いたいわけなんですよね。で people hating say we changed and look we made it. Yeah, we made it っていうところですね。 people hating っていうのが直訳すると人々は嫌うっていう直訳なんですが、どういった意味かっていうと、まあアンチですよね。アンチが湧くけどみたいな感じです。で say we change で俺らが変わったっていうアンチが湧いてくるって言ってるんですね。でもこれもさっきから繰り返してる、自分が一発屋で終わるって言ってきてたやつらに対して言ってるわけですね。要はアンチです。でも and look we made it でも俺らは到達できたんだと。どこに到達したかっていうと、若い時から子供の時から夢見ていた状態、夢見ていたキャリア、夢見ていた人生に到達できたって言ってるんですね。 Yeah we made it もう一回到達したんだって繰り返してるので、まあ、そこを強調したいわけなんですね。で、なぜ強調してるかっていうと、今まで結構ちょっとアンチに対しての攻撃みたいなことをしてる感じなんですけども、最後にそういうのはもう置いて、ね、ネガティブに終わるんじゃなくてポジティブに終わりたい気持ちが自分は見受けられます。これは勝手な自分の解釈と感じ取ったところなんですけども、わざわざ We made it を2回繰り返してるのは、まあ、ポジティブなことで終わらせたいんじゃないかなと思います。They was never friendly. Yeah. 直訳すると、奴らは常にフレンドリーじゃなかった。まあ、優しくなかったみたいな感じなんですよね。で、奴らって誰かっていうと、まあ、アンチとか、おそらくポストマローンが売れる前に関わってた人たちですよね。おそらくそういった人たち言ってます。Now I'm jumping out the Bentley. 直訳すると、今となってはベントレーから飛び出てきてるっていう直訳なんですね。ベントレーっていうのが高級車なんですけども、車から出ることを jump out っていう表現の方法をします。で、念のためですが、ベントレーはこういう見た目の非常に高い高級車でございますね。売れる前は誰も俺に仲良くしてくれなかったけど、今となっては俺はベントリーから飛び出れるようになったんだぜってことですよね。And I know I sound dramatic 直訳するとドラマチックに聞こえるっていうのは分かってるって言ってるんですが、ドラマチックってどういった意味かっていうと、まあ、直訳すると劇的なんですけども、大げさって意味なんですよね。ニュアンス的に大げさに聞こえるかもしれないけどって言ってるわけですね。But I know I had to have it でも俺はあれを手に入れないといけないって分かってたんだって言ってますね。直訳すると。で、何を手に入れるかっていうと、コーラスの中でも言った自分が追い求めてた人生ですよね。自分が見てきた夢をつかむために俺は頑張ってきたし、大げさに動いてきたんだってことを言ってるんですよね。で、For the money I'm a savage お金のためには俺は野蛮的になるって直訳ですね。まあ、そのままの意味です。お金のためなら何でもするではないんですけど、お金のためなら本気で俺は動くぜっていうようなニュアンスですね。で、I be itching like an addictこれ直訳すると、薬物中毒者みたいに痒くなってしまうぜっていう直訳なんですが、これは言葉遊びをしてます。itching、痒いっていうのが欲しがる状態を表すんですね。この痒くなっちゃうことを。身体的に痒くなるのは、ここで使ってる中毒者なんですけども、精神的にお金のために痒くなってるって言いたいわけですね。だから言葉遊びをしております。I'm surrounded by 20 bad bitches まあこれ直訳すると20人のイケてる女性に囲まれてる、まあハーレム状態って言ってるんですね。まあこれはそのままの意味です。で、ニュアンスとか気持ち的にはめちゃめちゃモテてるってことが言いたいんですけども、アメリカではやっぱりお金をいっぱい持ってる人たちがモテるので、さっきのお金のために俺は頑張ってるっていうところとも掛け合わせてはいます。 But they didn't know me last year でも奴らは俺のことを去年知らなかった、このままの意味ですね。で、なんでこんなことを言ってるかというと、この曲が載ってるストーリーというアルバムの前の年2015年にホワイト・アイバーソンが出てきてやっと売れたっていうか、いきなり売れたわけなんですね。で、この曲が出たのは2016年なので、まさに去年ホワイト・アイバーソンが出る直前まではこいつらは誰も俺のこと知らなかった、この変わりようは何なんだってことが伝えたいわけなんですね。Everyone wanna act like they're important まあ直訳するとみんな重要人物だかのように振る舞いたいんだ、まあそのままの意味ですね。で、どういったニュアンスというかメッセージ性があるのかというと、アンチたちって自分がまるで重要人物かのように発言してくることが多いわけなんですね。お前は重要人物でも何でもないからこっちは何にも気にしないんだよ、あなたが言ってることに対して。それでもお前ら重要人物みたいに振る舞うよなみたいな気持ちみたいなのを感じ取れます。これは勝手な自分の解釈ですのであしからずってところです。But all that mean nothing when I saw my doughいやいや、ここでまあちょっと確定すると思います。自分がさっき言ったことが直訳すると、でもそれ全てが俺には全く関係ないんだ、こんなに金を稼いだらっていう直訳ですね。まあそのままの意味です。お金をいっぱい稼ぎまくって、どんなこと言われてももう何にも気にしない、何にも関係ない、どうでもいい、耳にも届かないみたいなことが言いたいわけですね。Everyone counting on me drop the ball yeah 直訳するとみんなが俺に対して数えてる、球を落とすっていう直訳なんですが、これいろんな意味が入ってます。まず Drop the ball の部分なんですが、ニューヨークのタイムズスクエアにこういう玉があるんです。これ年越しのたんびにこの玉を出してきて上げていくわけなんですね。で、年を越す瞬間に玉を落とすみたいなイベントがあるんですよ、タイムズスクエアで。この有名なね、ニューヨークの玉を落とすまでに10、9、8ってカウントダウンしていくわけなんです、翌年に向かって。カウントダウンの0の時にボールを落とす、そういうイベントがあるわけですね。なのでそのイベントに対してまず言葉遊びをしてます。このカウンティングっていうのはまさに数えるなので。で、この球が落ちた時どうなるかっていうと、みんなやったー、おめでとう、ニューイヤーズ明けましておめでとうっていうわけなんです。なのでこのタイトルの Congratulations とかけてるわけなんですね。はい、まず一つで、もう一つが裏の意味、陰と陽、光と闇なんですけど、闇のちょっと悪い意味としては、俺が球を落とすことをみんな望んでるっていう意味合いがあります。これカウンティングっていうのが数えるっていう意味もあるけど、カウンティングon が続いていくと、望む、期待するっていう意味があるわけなんですね。で、何を期待してるかっていうと、球を落とすのを期待してる。で、球を落とすっていうのがミスをすることなんですよね。人生で悪いことが起きたりすることを drop the ball っていうんですね。で、それがしかも自分のせいで、自業自得なことが起きることを drop the ball っていうわけです。で、もちろんその2つの意味を、陰と陽の意味をもたらしてるのは面白いんですけど、これもう一つ面白い裏話があって、ここは勝手な自分の解釈ですけども、さっきから言ってる去年に出たホワイト・アイバーソンっていう曲はほとんどがバスケットボールに対することに絡め合わせながら歌ってる曲だったんですけども、この Drop the Ball っていうのもまさにバスケットボールを落としてしまうことも言うわけなんですね。なので去年出したホワイト・アイバーソンとこの曲で掛け合わせてる感じがします。時間の壁を越えてってことですね。面白いと思います。Every custom like I'm at the border, yeah, yeah. これ直訳すると、すべてのカスタムだ、俺が国境にいるかのようにっていう直訳なんですが、どういった意味か。まずカスタムなんですけども、改造車ですよね。改造された車をカスタムカーというわけなんです。なので、すべてのカスタムカーを俺は持ってるぜって、まず言いたいわけなんですね。で、もちろん本当にすべてのカスタムカーを持ってるわけもないんですけども、これ面白いことしてて、さっきの And I know I sound dramatic 大げさに聞こえるっていうのは分かってるけどっていうところと掛け合わせてるわけです。要はまさに大げさなこと言ってるわけです。ここ全てのカスタムカー持ってるみたいな発言はまずそれ一つで、国境にいるかのようにっていう部分なんですが、実はこのカスタムカーのことをカスタムっていうんですが、国境にある税関のこともカスタムズっていうわけなんです。なので税関のカスタムズとカスタムカーのカスタムで言葉遊びをしている感じですね。面白いと思います。で、If you fucking win and put your lighters to the sky 直訳すると、もしお前が勝ってるならライターを天に上げようって言ってるんですね。まあそのままの意味です。で、ライターを天に上げるっていうのは何かっていうと、よくライブとかに行ったらこういうみんながライターを天に掲げる感じのことがあると思うんですけども、一体感を生み出すためと、いい気持ちになるためにみんなライターをこう天にかざして横に振ったりするわけなんですね。それで一体感が生まれて、同じような気持ちで高揚感になることがあるんですね。で、これはおそらくなんですが、ライブでパフォーマンスをする際のことも考えています。この時に多分お客さんにみんなライターを上げさせようっていう魂胆も見えてます。で、If you fucking winning もし勝ってるならライターを上げろって言ってるので、みんなに勝ってる気持ちにもさせたいわけなんですね。聞き手と、そのライブの現場にいる人たちに。だからここで曲のボルテージが一気に上がっていく感じも絶対にイメージしてると思います。プロデューサーとクリエイターとして。How could I make sense when I got millions on my mind? 俺の頭に億単位のお金があるのに、どうやって常識的なことを言えばいいんだっていう直訳なんですけども、これも面白い言葉遊びをしています。一つ目の意味としてはそのままありますね。億単位稼いでるのに常識的に考えられないようになっちゃったぜってことも言いたいんですが、このセンスは直訳すると小銭なんですよ。ドルとセンス。日本でいう1000なんですよね。1円の前に1000があるじゃないですか。それと同じような感じで、1ドルの前に何銭ってあるんですよね。25セントとか1セントとかって。1セントが日本でいう1円なんですけども、わざわざそのセンスを使ってるわけですね。で、聞こえ的に常識、センス、意識とかセンスっていう意味にも聞こえるわけなんですね。その言葉遊びをしてます。で、億単位を稼いでるのに小銭なんて稼げるわけないじゃんみたいな言い回しをしてるわけですね。小銭なんか気にしないほど俺は稼いじゃってるぜってことも言いたいし、さっき言った億単位稼いでるのに普通の考え方なんかできないみたいな意味合いも両方入れたいわけなんですね。言葉遊びもしてるし、いろんな意味も入れてて面白いと思います。で、壁 with that bullshit I just put it to the side 直訳すると、あのクソで来たとしても俺はそれを避けるだけだっていう直訳なんですが、まあそのままの意味です。で、クソって何かっていうと、まあふざけたこととか、さっきから言ってるアンチからの文句だったり、アンチからの声っていうものは全部俺は避けてしまうぜ、関係ねえってことが言いたいわけなんですね。で、Balance since a baby they could see it in my eyes、まあこれ直訳すると、赤ちゃんの時から俺はボールをしてきたんだ、俺の目の中でそれが見えてるっていう直訳なんですが、どういった意味か。まずバーリングっていうのが2つの意味があります。バスケットボールをするとか球技をやることをバーリングというわけですね。で、2つ目の意味が人生においてうまくいったり、自分が携わっている業界、まあ、ポストマローンにおいてはヒップホップ業界、音楽業界のことを言ってますね。その業界でうまくいくこと、まあ、プレイヤーであることっていうような意味があります。赤ちゃんの時から俺はこの業界にいるんだ、赤ちゃんの時から俺はうまくいってんだってことがまず言いたいですね。で、They can see it in my eyes っていうのが俺の目の中に見えるっていうんですけども、これどういった意味かっていうと、アメリカに昔からある言い回しで、感情が目の中から見えるぐらい強いことを表したいわけなんですね。何が言いたいかっていうと、さっきもね、子供の時から俺は夢見てきたんだって言ってたので、それに対しても掛け合わせてるんですけども、子供の時からこの夢を見てた、何が自分の目の中に見えるかというと、その追い求めてた夢なんですよね。誰もがわかる、俺がその夢を本気で追いかけてることってことが言いたいわけですね。で、ここはまあコーラスを繰り返してて、まあ冒頭で言ったコーラスと同じことを言ってるので、あえて飛ばします。で、ここで Quavo のバースが始まります。I was patient, I was patient。直訳すると、俺は我慢してきた、俺は我慢強かったっていうようなことを言ってるんですけども、これが面白くてですね、Post Maloneはこの曲が出た前の年、2015年に出したホワイトアイバーソンでいきなり売れた人なんですけども、対する Quavo はデビューしてから売れるまでに結構時間があったわけなんですね。具体的に言えば2009年ぐらいにデビューしたんですけど、2013年頃に出したベルサーチっていう歌が爆発的に売れたので、その間にもミックステープとかいろいろ出してたんですけども、なかなか売れなかった口なんですね。だから本当にその時期のことを言ってるわけです。俺は我慢強かったんだ、ポスタモロンと違ってってことなんですよね。まあ、そこは言葉遊びももちろんしてます。そういうところで。で、Now I can scream that we made it。今となっては俺は到達したって叫べるぜって直訳ですね。まあそのままの意味です。自分の夢を掴んだぜって叫べるぜ、今となってはってことですね。今まで我慢してきたけどってことですよね。で、We made it っていうのはこのコーラスの We made it ともちろん掛け合わせてて、これはマイクリレーの暗黙のルールなんですよね。コーラスか前のラッパーが張った伏線をここも回収するみたいなことをちゃんと消化させております。Now everywhere, everywhere I go, they say congratulations. ここはタイトルの Congratulations と同じ意味なんですが、この こう を取って Congratulations っていうだけ言うような発音の仕方があるわけですね。なのでわざとここは Congratulations にしてます。そのままの意味ですね。行く先々で今となってはおめでとうって言われるようになっちまったぜっていうことですね。これタイトルとポストマローンが言ってたことに対して、まあ、さっき言ったマイクリレーのルールを消化させてる感じですね。Young nigga, young nigga graduation。これ直訳すると、若い男、卒業だって言ってるんですね。で、これ卒業 graduation と congratulations の graduation で韻を踏んでます。ここで韻が踏みたかったから、congratulations じゃなくて congratulations っていう発音の仕方をしたんでしょうねってことですね。で、まあ graduation というのは、まあ卒業。何を卒業したかっていうと、若い男を卒業したって言ってるんですね。今となっては大きい男だってことが言いたいわけですね。で、大きい男って何かっていうと、めちゃめちゃ稼ぎまくってる男ってことが言いたいわけです。で、I pick up the rock and I ball, baby。まあ、直訳すると、俺は石を拾ってボールをするぜ、ベイビーっていう直訳なんですが、もちろんスラングは全く違うんですけども、Pick up the rock、rock っていうのがボールなんですよ、まさに。バスケットボールだったり、アメフトのボールだったりを rock っていうわけですね。だからそのボールを拾って、I ball。ball っていうのはまあシュートをしたり、さっき言ったようにバスケットボールをする、球技をプレイすることをballとも言うし、人生においてその業界の中でプレイヤーになって動く、働く、うまくいくこともballって言ってるので、その2つの意味をもちろん入れてますし、さっきからずっと暗黙のマイクリレーのルールを消化してってるんですけども、ここでも消化してます。なぜか面白いんですが、ポスタモロンが Everyone counting on me drop the ball っていったフレーズに対して伏線を回収してるわけですね。ここと掛け合わせてます。さっきも言ったように、みんなが俺が球を落とすことを期待してるところなんですよね。で、ボールを落とす。まあ、球技でボールを落とすことは致命的なミスとなるので、人生においても球を落とすことは致命的なミスなわけなんですね。そことまず掛け合わせてて、で、ポストマローンがもし球を落としても、俺がその球を拾って、また動き出してやるぜっていうことも言いたいわけですね。普通のことを言ってるようで、結構いろんな絡め合わせ方をしてて面白いです。I'm looking for someone to call baby. 俺は電話する相手を探してるベイベーっていう直訳なんですが、これが面白いことがありましてですね、実はQuavoは以前にですね、Pick Up the Phone っていう曲をヤングサグとトラビス・スコットと一緒にやってるわけですね。この曲に対してセルフオマージュをしていると思います。非常に面白いことをしてますね。はい、なので、まあ簡単に なんで誰かに電話しようとしてるのって普通の人なら思ってしまうんですけども、このことを知ってる人たちは、あ、セルフオマージュしてるんだなってことがわかるわけなんですね。But right now I got a situation. でも今俺はある状況に置かれている。まあそのままの直訳なんですね。電話したい人がいるけど、今はちょっと待ってくれ。ちょっと大変な状況にいるんだってことを言いたいわけですね。で、どんな状況かを多分次、説明してくれてますが、まず聞いてみましょう。Nothing but old Ben Franklin's。まあ、どんな状況かというと、古いベン・フランクリンしかない状態だっていう直訳なんですが、これどういった意味かというところなんですけども、ベンジャミン・フランクリンっているんですよ。で、ベンジャミン・フランクリンがアメリカの100ドル札の顔です。なので、ベンジャミン・フランクリンやベン・フランクリンっていう時は、だいたい100ドル札、お金のことを言ってるわけですね。どんな状況かっていうと、もうお金しかないような状況になってしまったぜって言ってるんですね。で、ここではキャッシュって言ってるので、まあ、答え合わせしてくれてる感じですね、聞き手に。お金のこと言ってるよって教えてくれてます。で、Big Rings Champagne My Life is like a ball game。直訳すると、大きな指輪とシャンパンと、俺の人生はボールゲームのようだって言ってるんですけども、ここでもバスケットボールに対するオマージュをしてますけども、なぜこんなことをしてるかというと、さっきの Pick up the rock and I ballというところにも掛け合わせたいのはもちろんですが、これもポストマローンのホワイト・アイバーソンに対してリンクさせてるわけなんですね。これを絶対わざと言ってます。で、ビッグ・リングというのは何かっていうと、NBA で優勝すると指輪がもらえるわけなんですね。で、優勝した直後、みんながロッカールームに帰ると、シャンパンを掛け合って喜ぶわけなんですね。こんな感じで、シャンパンボトルを開けて、掛け合って喜ぶわけなんですよ。これはまあ、バスケットボールだけじゃなくて、結構野球やアメフトとかでも同じようなことをしてるんですけども、バスケットボールが多分始めたからなのかな。シャンパンって言われたら、まあ、バスケットボールのイメージがどうしてもあります。まあ、このこと言ってます。で、シャンパンを掛け合ってまさに喜んでおめでとうって言い合ってる、祝福してるので、まあ、タイトルの Congratulations とも掛け合わせてもいますね。で、まあ、Life is like a ball game っていうのは、まあ、俺の人生はまるでバスケットボールゲームのようだっていう直訳なんですが、まあ、さっきから言うように、まあ、ボールゲームっていうのが人生におけるうまくいくことも言うわけなので、そういった2つの意味ももちろん合わせております。でも、俺はそうじゃなくてトラップの中にいると言ってますね。これ直訳すると、俺はそうじゃなくて罠にはまっちゃってるっていうような直訳なんですが、これはもちろんスラングの意味があります。まずトラップっていうのが、そういう薬物を売り買いするような地域のことをトラップっていうわけなんですね。で、まさにQuavo、Migosたちは薬物とかを売り買いしてたことを豪語してるので、未だに売ってることを伝えたいわけなんですね。なぜなら、まあ、ボールゲームのような人生だけど、俺はまだまだトラップの中にいるってことが言いたいわけですね。で、トラップっていうスラングそのものが、まあ、罠から来てるんですが、まさにそういった意味で、薬物を売り買いするこのループから抜け出せない罠みたいなニュアンスから生まれたスラングなんですね。なので、そのアトランタ周辺とか、特に麻薬の取引が多いQuavoも出身のアトランタ周辺のことをトラップとも呼ぶ人もいっぱいいます。まあ、その中にいるってことですね。で、まさに麻薬をまだ売り買いしていることも伝えたいんですけども、アトランタがトラップって呼ばれていることに対しても言いたいので、まあ、レペゼンしてる感じも入れてるわけですね。自分のアトランタっていう地域を。で、Pot's so big, call it Super Bowl。これ直訳すると、スポットがでかすぎてスーパーボールって呼んじゃうよって言ってますね。で、まずじゃあスーパーボールって何かっていうところなんですけども、アメフトの決勝戦をスーパーボールっていうわけなんですね。なので、さっきのシャンパンの下りとスーパーボールを掛け合わせてます。なぜならアメフトでも勝利したらロッカールームでシャンパンを掛け合ったりする文化みたいなのもあるし、優勝するとお互いに祝い合う、おめでとうって言い合うので、タイトルの Congratulations とも欠けてもいるし、もう一つ欠けてるのがポットなんですよね。ポットがでかすぎることにも欠けてるんですけども、そのポットって何かっていうと、大麻のスラングをポットって呼ぶこともあるんですね。だから大麻がいっぱいありすぎてスーパーボールのようだぜっていうことも言いたい。いろんなことを掛け合わせてる感じですね。で、スーパーボール、call the hoes, get in the rolls。直訳すると、スーパーボール、娼婦たちに電話しろ、ロールスの中に入れって言ってるんですけども、このスーパーボールは、でっかいポットのこと言ってる。それだから、いっぱい入った麻薬のことを言ってるわけです。だから、娼婦たちに電話してパーティーするぜ、今からロールスロイスに入るぜ、スクーって言ってるんですね。ロールスロイスっていうのは高級車のことを言ってますね。一応こんな感じの見た目の高級車です。非常に高い。だこういった人生を送ってることを言いたいわけなんですよね。はい。スーパーボールみたいにいっぱいの麻薬でいろんな女性と高級車で遊んでるぜっていうライフスタイルを手に入れたぜってことも伝えたいわけなんですね。で、タップフローライフスタイル。まさにもうこれで確定なんですけども、最上階のライフスタイルっていう直訳なんですが、まさにホテルとかでも最上階が一番高かったりするし、人間のステータス的にピラミッド型となってるとされてるので、そのピラミッドの上ら辺にもいる。いろんな言葉を掛け合わせてる。要はステータスの高い人生を送ってることが言いたいわけですね。で、班長 and post は、班長っていうのがクエボーのあだ名班長と、ポストマロンのポスト。なので、俺らがって言ってるんですね。これは名前を呼び合ってるのはもちろんそうなんですけど、コラボしてるときに大体相手の名前を呼ぶっていう手法もあるので、それを手法を消化させてる感じもあります。で、ポストとマローンの間にちょっと間を空けて、マローンって言ってるんですね。で、I got a play on my phone。なんでそんなことをしたかというと、play on my phone とマローンで韻が踏みたかったわけなんですね。で、play on my phone っていうのが直訳すると電話で遊ぶって意味なんですけども、もちろんそういった意味ではなくて、play on my phone っていうのが女性に電話をするときと麻薬の取引をするときの韻語みたいな感じなんですね。だから大々的に他の女性がいる中で別の女性を呼びたいときに、女性に気を使ってちょっと電話で遊んでくるねとか言ったり、ちょっと信用してしてない人たちがいる周りで麻薬取引をしたいって仲間に伝えたときに I'm gonna play with my phone ちょっと電話で遊んでくるなっていうような言い方をするわけですね。相手にバレないように、そういった隠されたことです。だからそんなことも使ってる感じですね。で、You know what I'm on 班長フーディニ It's gone で、俺が何に乗ってるかはもう分かるよな、班長フーディニだバイバイって言ってるんですね。It's gone もういなくなるって直訳なんですが、You know what I'm on っていうのが俺が何に乗ってるか分かるだろう、稼いでるやつって分かるだろう、もう言わなくてもって言いたいんですけども、これもコーラスのポストマローンが歌ってた Ever since we was on 俺らが乗ってからっていうところと掛け合わせてるんですね、ちゃんと。だからポストマローンは今やっと売れたんですけど、クエイボーは結構長らくもうこの時点では売れてたので、俺のことはもう分かるだろみんなね、俺は班長フーディーニだ、これポストマローンのあだ名みたいなもんですね。去るぞバイバイって言ってるわけですね。だからもう終わり方としてちょっとカッコつけてる終わり方ですね。いいと思います。最後はもうそうですね、コーラスで終わるので、これはもう冒頭で言いましたので、あえて飛ばさせていただきます。ということで、今回はこれで終了なんですけども、まとめますと、この曲のメロディーというか、ビートもそうなんですけども、Quavoをフィーチャリングしたこともあるんですが、ここで一発屋をやっぱり避けれた感じですね。で、ちゃんとポストマローンのタレントを見せつけれた曲になれたんじゃないかなと思います。ちゃんと売れたしってことですよね。で、この曲あたりぐらいから多分アンチとかがもうどんどん減ってって、ああ、やばい、こいつ本当に売れるやつだ。本当に、売れることができるやつだ。人気のやつだってことを認知され始めた曲だと自分は客観的に見てて思いました。って感じで、終了します。はい。で、こんな感じの曲を毎週月曜日と木曜日の週に2回普段は公開していっております。今後もどんどん公開していきますので、もしこの動画気に入ってくださるのであれば、ぜひともチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。リクエストも受け付けておりまして、和訳解説してほしい曲があれば、コメント欄にアーティスト名と曲名をご記載いただければ、なるべくこんな動画に残しますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします。TikTok、Instagram、X、いろんな SNS もやっておりまして、全部概要欄にあります。ぜひ、興味がある方はフォローもお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただいて、本当に心より感謝しております。本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。